佐藤飛鳥のネクストトゥモロはい、北海道北見市出身、名古屋、大阪はあたかたたくてえもう一回、北海道北見市出身、大阪名古屋は暖かくて、なんだか時間が遡った気がした佐藤飛鳥です。ということでね、カミカミな中でスタートしていくんですけども、はい、札幌は雪がね、だんだんこうちらついては溶け、ちらついては溶けと繰り返していますが、大阪、そしてね、愛知、名古屋の方はなんと紅葉が始まったかな。まだ緑でしたね、あの木とかがね、そういう時期でした。まあ北海道でいうと9月の気温かな。なんか風景も9月っていう感じで、なんだかね、時間が遡ってタイムスリップした気持ちになりましたよね。え、東京ではさ、クリスマスってこう雪も降らないらしいですね、イクさんに聞いたらね。え、なんかでも私とかさ、北海道の方はなんか雪が降って、でもしんしんと降り注ぐ中クリスマスって感じじゃないですか。なんかね、それを体験してると、え、雪な降らないんですかってびっくりしながら聞いてたんですけどね。どこでこう冬を感じるんでしょうかね。うーん、私たちはやっぱり北海道民はあの雪でね冬を感じますけど、どうですかね、大阪、名古屋、その他諸々の県の方はどうやって冬を感じているんでしょうか、ということで、はい、まあ、早速、大阪な南美市用ね、大阪、名古屋と出張南美市用でお世話になりました。本当に見に来てくれた皆さんね、本当にスタッフさんたちの感謝しきれない思いでいっぱいです。本当にね、皆さん勇者ですよね、よく来てくれました、ありがとうございますね。私も、4曲ほどね、2日間で8曲か歌わせていただいたんですけどね、ちょっとねドギマギしながら、久しぶりのライブで、ね、テーマソングと言われている You May Be in the Sky を歌えたんですけど、本当にね楽しくて、早くね声が出せるライブをやりたいなぁなんて思いつつね、楽しませていただきました。こちらも本当にね、皆さん楽しかったですかね。またね、こうやっていろいろ波しようでいけたらいいなと思っております。はい、っていう感じでいろいろ制作の方もね、実はね、あの初披露した曲もあるんですよね、新曲ということでね、あのミックス兄さんが作ってくれた曲も、ちょっと初披露したりなどいろいろありましたね。はい、皆さん本当にね楽しんでくれた方ありがとうございます。またね、波しようでもね毎週毎週盛り上がっていこうと思うので、はい、元気に頑張っていきましょう。さあ、こ週はこちらのコーナーからスタートします。アイブ楽曲リクエストコーナー、改めアイブミュージックストレージということでね、はい、予告の方はねアイブミュージックステージと間違えてしまったんですけど、はい、こちらのコーナーアイブミュージックストレージ、このコーナーは毎週佐藤飛鳥が独断と偏見で魅力的なアイブ楽曲を紹介していくコーナーです。そしてよりよく楽しんでいただくためのポイントを紹介するコーナーとなっております。今週はこの楽曲をお届けします。イクさんで青の季節。
お聴きいただいている曲はイクさんで青の季節です。はい、それではですね、楽曲をよりよく楽しんでいただくための、ポイントを紹介していきたいと思います。こちらのコーナーは作詞作曲イクさん、そして編曲は、高瀬和也さんになっております。2018年ですね、サードアルバムターミナルより、発売されました。こちらの曲は、先日出張波仕様の名古屋公演でイクさんが最後に歌っていた曲で、こうね、手を振りながらこうね歌ってましたね。こうのしのしっていうんですか、1212ってね、手を振りながら、お客さんとみんなで一体感がねあって、もうこれは、紹介したいなと思いまして、今日はこの曲を紹介していきます。まずね、イクさんの魅力についてお話ししていきます。イクさんってもうすごくいろんなジャンルの曲が歌えるんですよね。例えばですよ、こういう今聴いてもらってる青の季節みたいな曲だったりとか、よさこいなんかもね歌ってたりとか、あと北海道の方はね、もしかしたら知ってる方も多いと思います、白い恋人の CM ソングなんかも歌ってらっしゃいます。はいしょいしょ、しょいしょみたいなね感じでね、2014年かなに歌ってらっしゃったんですけどね、そういう曲を歌いつつ歌ってるなと思いきや、なんとメルさんの、曲をカバーしたりね、ダークなね、なんかヘビーな曲も歌ったりとね、盛りだくさんね。この人もうイクさんって歌えないジャンルあるのかなって思うくらいなんですよね。で、普段はキーボードと歌でね、弾き語りスタイルでライブをやってることが多いんですね。そんなイクさんなんですが、青の季節について、作曲はイクさんになっております。このタイトルね、私はタイトルを掘り下げてみました。青の季節とは何だろうと思いましてね、ちょっとね曲を聴いていくと、 B メロの部分ねだけを聴くと、こう夏とかね、あ、そういうイメージで青なのかなって最初思いましたね。青い空とかね、ね、雲とか出てくるんですよ。あ、夏かなと思ってたんですよ。だから夏、青の季節かなと、緑ということで青の季節かなと思ったんですよね。木々が生い茂るって思ったんですけど、サビで自由だったはずなのに、明日になればいつだって生まれる気がした、あの頃の夢を見せて語りかける青の季節という歌詞になってるんです。こちらを見てると昔を思い出してる情景がたくさん含まれているんですよね。で、ここで気づくんですよ。あ、これ青っていうのは複数の意味を持っているんだろうなと思いました。で、その歌詞の中で、悲しみの数だけ強くなれる気がした、でもその分臆病になってという歌詞も出てくるんですね。で、これはイコール大人になって経験を積むほど怖がりになるってね、書いてあるんですよ。あ、そうかって。青の季節とはもうただこう夏を表しているんではない、明日になればいつだって夢に向かって走り出せそう、走り出せる、そう信じていた自分、何も怖くない、強くなれると思っていた自分自身、ね、自分の青春時代ですね。まあ、若い頃って青2歳とも言われますよね。まあ、つまり若い頃、未熟な若い頃という意味で青と使っていたのではないかなって。で、青の季節ねーっていうタイトルかなと思って、なんかこういつの間にかさ、こう大人になるにつれて、うわ、これやっていいのかな、大丈夫かなってこと増えてくじゃない。でも昔ってもう何でもできると思ってた時代があって、なんかいつの間にかこう怖がりになってしまった自分を勇気づける曲ではないかなと思いましたね。皆さんどう思いますかね。そういう部分で、なんだろう、聴いてる人の心にも寄り添えるようなね曲になっているのではないかと思います。はい、まあね、こういう、まあ、その深いなと思って、青の季節ってただ色だけじゃなくてそういう意味もこもってるのは深いなと思いましたね。まあ、イクさん、私もねそういう曲だったり、まあ、名古屋と大阪で2日間ご一緒させていただいたんですけどね、私もちょっとアドバイスとかいただいたりとかしたんですよね。はい、イクさんとの佐藤
イクさんと佐藤との出会いなんですけど、実はね、私イクさんに歌を習ってた時代がありまして、専門学校に通ってる時ですね。はい、ちょっとだけね、もうちょっとだけ、期間で言うと2ヶ月行くか行かないか、どうなんだろうっていうぐらいの、習っていました。最初にね、お会いした時は、私、ハヤテのごとくというアニメが大好きで、そのエンディングをね、イクさんメジャーで歌ってらっしゃったんですよ。で、もう最初会った時に、うお、神様がいると思って、まあ、憧れの人が目の前にいる状況で、本当に少しだけ習って、で休憩中の時はもう息荒くしながら、アイブってどんな感じなんですかとかね、歌姫募集とかしてないんですかとか、めちゃくちゃ聞いた覚えありましたね。めちゃくちゃはぐらさかされましたね。してないんじゃないかなみたいな感じで、でも今度オーディションあるって言ってたけどよくわかんないんだよねみたいな感じで、めちゃくちゃはぐらかされたの覚えてるんですけど、ね、そんなイクさんと出会ったのがね、もう19でもうっていう感じでね、実はね、そういう出会いもありましたね。深いねえ、すごい。私もね、なんかいろんな曲をね、パワフルに歌えるようになりたいなと思っています。はい、これからも頑張ろうということでね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。青の季節ということでね、皆さんもよかったらこれを機にね、青の季節をヘビロテしてみてください。以上、アイブミュージックストレージのコーナーでした。佐藤飛鳥のネクストトゥモロアスカのテーマトーク、人から言われてびっくりしたことということでね、今週も、メールやリプの方ね、これを募集させていただいたんですけどね、毎週リプいただいてありがとうございます。マジでね、このコーナーがあるのはもう皆さんのリプのおかげ、メールのおかげですのでね、本当にありがとうございます。今週の題ね、ちょっと難しかったかなと思います。人から言われてびっくりしたこと、紹介していきたいと思います。アストムネームチョモランマさん、人から言われてびっくりしたことまで、3、2、1。ジョモランマさんってすぐ LINE 聞いてきそうですよね。いや、絶対チャラいですよね。と遊びに扱いされていたことということでね、はい、ジョモランマさんからいただきました。ね、前の職場、20代の新人の女子に言われた言葉です。当時、一応店舗のトップだった僕にいきなりそんなことを言ってくるとは思わず、普通にびっくりした。コミュ障が、女の子に LINE を聞くのは命がけなんだよということでね、いただきましたけどね。チャラいですよね、 LINE 聞いてきそうですよねって言われたということでね。はい、確かにね、チョムラーマさんの見た目私知ってるんですけど、ね、茶髪でさ、ちょっとね、なんていうの、パーマかかってるっていうかさ、ウェーブかかってて、確かに私ね、私チャラい人ね苦手なんですけどチャラい人苦手なんですけどね、確かに茶髪で髪がねちょっとウェーブかかってたり、ちょっとおしゃんな髪してると、あ、この人チャラそうだなって思うのね、めちゃくちゃわかりますただね、喋るとね、オタクなんだよねわかる。びっくりしちゃった。でもね、裏を返すと、チャラそうに見えるけど、意外に真面目でいい人ですねって言われてるんですよ。ね、わかる。喋りやすいしね。いいことじゃないですか、ジョモランマさん。いいな、私もなんか、そういう風に言われたことないから言われた。佐藤さんって、なんか、LINE とかすぐ聞いてきそうですね。これでも自分言われたら傷つくわ。傷つくな大丈夫です、チョモランマさん。真面目でいい人ですよ。フォローしときます。ということでね、チョモランマさん、今週もありがとうございます。そんなね、真面目なんですよ。ということでね。はい。真面目でいい人です。ということで、次行ってみましょう。ね、ハーストムネーム、Kさん。Kさんが人から言われてびっくりしたことまで、3、2、1、9。もう、11月ですよ。ということで、Kさん、気がつけば、今年ももう1ヶ月ちょっとしかないんですね。
今年は卒業の別れや永遠の別れなど悲しい別れの多い年だったなということで、待って、卒業の別れはちょっとわかる気がするけど、永遠の別れってどうしたの？なんかあったの？なんかあったの？ちょっと気になるな。まあね、別れが多い年だったのか。2020年、確かにね、芸能事で言っても別れが多かったですね、芸能人の方のね。そのことかな。なんかね、いろいろ なんだろう、本当だったらさ、オリンピックがあってなんだ日本が盛り上がる年でもあったと思うんですよ。それがね、なんかちょっとね、ウイルスでね、いろいろありましたね。でもいろいろ進化したこともあってね、それこそまあね、自分の話になっちゃいますけど、ナミシオがね、こうやってまたできたりとか、配信ライブができたのもきっとね、コロナがねあったから、こういうね、また新しいことをやろうっていう気持ちが生まれたのではないかなと思います。ダウンロードの曲だってね、なんかそういうことがあってからこそなのかなと思いつつもね、まあいろいろ、もしかしたら K さんもまあ今年は別れの多い、悲しい別れの多い年だったかもしれないけど、もしかしたら何かしらのね、嬉しいこともあった年なのかなとも思いますけどね。もう11月なんですよね。本当にね、まだ私の中ね、まあ本当だったらさ、いろいろもしかしたら東京とかでもっと行ってたかもしれないなとかね、いろいろありましたけど、もう気づけば11月ですよね。2020年本当にあっという間で、なんかね、本当に7年間やった職場を卒業したりと2ヶ月に移動したり、かと思えばね、新しい仕事を始めてみたりと、私にとって盛りだくさんな年だったんですけど、出会いもね、その代わり多くて、私はね、充実してたんじゃないかな、2020年と思いながら。来年もいい年になるといいですね。まだ振り返るの早いんですよ。ということで。はい。私もね、他人から言われてびっくりしたことを紹介したいと思います。はい。私が、アイブに入ってから言われた言葉です。佐藤明日香が、他人から言われてびっくりしたことまで、3、2、1。明日香ちゃんって天然だよね。言われたのがびっくりしましたね。私個人的にも抜けてるところがあるのは分かっていたのですがね、これ K 林さんにも言われたんです、最初。そして高瀬さんにも言われたんですよ。で、嘘だろうと思って、で中学からの友達にもね、結構言われることが多かったですけど、自分でもね、いやそんなことないけどと思って、ボケてるだけだと思ってたんです。でもね、最近ちょっと増してきて、自分でもちょっと危ないかもと思い始めました。はい、この間ね、ピノの新作、アイスですね、アイスのピノの新作、ピーナッツ味が出たんですよ。で、私これもうめちゃくちゃ好きでね、家族パックとかで入ってるんですよ、ピーナッツ味って。それが好きでさ、やっと出たと思って、友達と一緒に買い込んで、ね、食べようとしたんですよ。ったら友達がさ、私が最初に食べてたパクパクって、たら友達にこれ何入ってんのって言われたんですよ。で、言われて、あ、食べながら、あ、これって言って箱をね、こう裏側にね、こう詳細書いてあるじゃないですか、裏側をこう見ようとして裏返しにしたらひっくり返って床にピノばらまきましたね。つったボロボロボロってばらまいて、6個中さ、5個ばらまいちゃって。あれはね、自分でもアホだなと思いました。天然というかもう、なんか通り越してアホだなと思いました。そういうところだぞ、佐藤明日香ということでね。他人から言われてびっくりしたこと。天然というかね、ボケ入ってますよね。まあね、カフェオレ頭から被ったりと、はい、この間ね、ピノということでね、新作出ましたけどね。本当に新作出ました。はい、皆さんね、今度はね、自分天然だなと思う。いや、自分は天然だなと思わないですけどね。はい、これが、アイブに入ってびっくりしたことということで。はい、なんかね、オチがあるのかないのやらということでね、皆さん、ありがとうございます。難しいお題にもかかわらずリップいただいてありがとうございますということでね、はい、あすかのテーマトーク、他人から言われてびっくりしたことでした。佐
佐藤飛鳥のネクストトゥモロー。飛鳥の佐藤飛鳥の今週のオンエア楽曲、なんとですね、11月の27日に、発売しますよ、この曲。駆け抜け青春スパーキングオリジナルサウンドトラックより不完全ユース、聴いてください。こちらの曲、不完全ユースということでね、こちらの曲はですね、私が、エンディングテーマを担当した駆け抜け青春スパーキングの、サウンドトラックが11月の27日に発売することが決定いたしました、もうね発売しましたね。はい、ということでフルコーラスやっと聞けますよ。皆さんよかったらサウンドトラックをお手に取ってくれると嬉しいです。ということでね、今週不完全ユースですね。はい、こちらねいい曲なんですよ。ただね歌うの難しいということでね、はい、ここまで聞いてくれてありがとうございます。明日土曜日20時からは DJ ナミさんによる皆さん一緒に踊り語りましょうがございます。お楽しみに。はい、出張ナミ仕様でね、本当に楽しませてもらってね、生でやる嬉しさも知りつつ、ただね、また画面越しでね、あ、そうなんですよ、画面越しでね見てた人が初めて佐藤飛鳥見たってね言ってくれてね、初めてお会いした方もね、ゆっくりお話はできませんでしたけどもね、一室の空間を楽しめたこと本当に嬉しかったです。ありがとうございます。で、そしてね、ちょっとね佐藤飛鳥の GoTo シリーズはちょっとねお休みしてますけどね、はい、ちょっとねいろいろ落ち着いたらいいなと思ってる、さあ今日この頃なんですけどもね、さあ、今週も明日につながるキーワードを発表します。明日につながるキーワードは、自分の機嫌は自分で取ろうということでね、こちら自分で考えました。はい、まあね、最近思うんですよ、何か嫌なことがあった時は自分にご褒美をあげてくださいね。ただね、見合ったご褒美じゃないと後でね、こうしっぺ返しが来るのでね、食べ過ぎましたとか体重太りましたとか来るのでね、ちゃんとね適度にご褒美あげましょうね。はいね、決して他人には当たってはいけませんよ。責めないことが大事です。まずは自分を見直して、自分がどこが悪かったとかね、どこがいいのかとか考えていきましょうね。それでは良い音楽とともに See you next tomorrow。 佐藤飛鳥でした。バイバーイ。